はい。では、今日は、前回読んだところをもう一回ちゃらっと復習しながら進めたいと思いますが、エーテルと生命力の、82ページから、この間、前回読んだと思うんで、82から86ぐらい、あ、87までですね、の2行目。の、確認をした後に先に進みたいと思いますが、ごめん。前半部分は少し話し始めていたと思うので、なんか、この中で気になるようなところがあったら、ちょっと言ってもらってもいいですか？前回、どこまで話したのか、ちょっと 途中になってたという、途中になってたと思うんですけど、もう一回重な、あの、また重ねていっちゃうかもしれないんですけど、面白いなと思ったのは、83の最初のところから考えると、まあ、いろいろみんな面白いところがあるんですけど、面白いというか興味深いですね。はい、おやすみなさい。男の方はお家に帰りました。剣の方向を、寒、湿、寒い、暖かい、乾いめたの、まあ、天の方向の質でしたっていう、これもまたなんか、普通、今の日常の感覚ではないことを言ってるな、と思うんですよ。今の、まあ、今もその名残が残ってるのが天気でも、寒いか暖かいか、今日はね、風が吹くからと、乾燥しますとか、ね、湿った空気がとかっていう言葉はよくよく聞く。あら、それがもう本当に、その当時の感覚の名残というか、まあ、そこは残ってると言ったらいいのか。かもしれないけど。体の中で知覚しましたっていうのがすごいですね。そういうのを体験として本当にこう知覚していた。Cold warmness and dry and wet is a way of the East or West, that is really, really interesting. And then they feel the body, the direction. So,内的な、魂的な体験なんですよね。だから、だから、まあ、いろんなことがそう考えると、こう、家の、それこそ風水とか、水の流れ、光の流れ、風の流れ、そういうことを、そうじゃない、そういうことが、こう、見抜けてないというか、そういうところに物が立ってたりとか、塞がっていたりとか したら違和感を内的に感じたんでしょうし、やっぱりそれはその自然の流れを遮ってしまうから、いい流れは作らなかっただろうし、っていう
ところを今は風水の考え方ではっていう頭でこうやるけど、そうじゃなくて内的にそれがあったわけですよね。で、あったけ、あった、あって、今は意識として私たちは忘れてるけれども、それはあるはずなんですよね、きっと。だからこそ、そうじゃないことをすると違和感を無意識に感じてて、やっぱりその体調の不良を、まあ、の原因になっていたりとか、例えば家だったら家の運がどうのこうのとか、出来事が悪いことが続くとか、そういう、ちょっとなんか現実的なことの説明になっちゃうけども、現実的な面で言ったらそんな風に、話せるのかな。ここで言う、方向性を、感じるっていうところも、もっともっとその深い部分というか、言ってるんだと思うんで、内的にもうちょっと感じたいなってところではあるんです。そしてそれにプラス、エレメントの本性って言ってますね。本性。ウンディーンとか、この精霊の話ですね。水の精と、火の、ノームで、火の中に。火のグノーム。これ空ま気との中めて、まあ、にそうフ、ですね。84の方にまとめてありますよ。サラマンダー、光のサラ、火のサラマンダー、地のグノーム。グノームってね、絵本のよく読む人だったらよく聞くかもしれないけど、地の精をね、小人って言われます。その象徴は実は地の精なんだっていうことですね。インディーの水の精、空気のシルフ、風の精。シルフ以外の言い方もあると思うんだけど、火のサラマンダーとか、読み方によってちょこっと名前が変わったりするけど、まあ基本的にこういう名前の呼び方で、その妖精たちは自然界の中に働いてくれてるんですね。これは私的にはその幼稚園の先生時代の体験、子供たちとまさにこの世界の中に、こう、その世界が現実にある子供たちと共にいるっていうのは非常に楽しい空間、温かい空間だったし、今もその雰囲気はなんとなく持ってるんですね、やっぱりね。で、それが畑の中でどういうふうにうごめいているのかというか、たまには悪さをするみたいな。教えた。それって、メルヘンとも言えるけども、農業講座とも言えるという、両方の、特に農業講座の2項とかね、それを、メルヘンでは語ってないけど、でも、シュタイナーの語り口を聞いてると、そのメルヘンをなんとか、その、ね、農家さんたちに、伝えようとしているというか、ある意味ちょっと、ユーモアを含みつつ、いや、言ってることは難しい言い方をしてますよ。してるけど、ベースはメルヘンチックとは言わないけど、メルヘン的な、まあ、精霊たちの、美しいハーモナイズというか、働き合いというのか、を伝えてくれてるよな、っていう、それが私たちを生き生きとさせてくれるのかなって、農業講座読んで、まあ眠たくなるのもありますけど、なんか理解できたときに、私たちの命が輝くっていうか、ちょっとね、少しでも理解するということが、なんか生き生きとさせてくれるっていうのは、
やっぱりその心理に触れてるからだよなって思うんですよね。ん。心理っていうのは、まあ、そんな堅苦しいというより、なんて言ったらいいんですよね。まあ、心理はそこら辺に溢れてるんですけど、私たちが気がつかないだけで、その金銭にこう触れられるのは、シュタイナーだけではないんですけど、いろんな、聖なる書はいっぱいあるんですけど、シュタイナーもその一つで、その頭だけではなくて、そこの感覚に触れたときに私たちがもともと持っている、その知識で知恵っていうのかな？に、をも再発見できるから嬉しくなるとか、生き生きするとかっていうところになるのかなと思ったりします。すみません。ちょっと、当たってしまいました。So this is also the gnome and then many four elements of the beings will be kind of Melanchthonic, but still, connected so the agriculture course too, and then Steiner has that kind of Well, there's four temperaments too. We'll probably get into that too later. Human being is a fourfold, fourfold being. 4つのエレメントがあって、4つの、エレメントとエーテルがあって、で、私たち人間自体も4つの要素を持ってるよねって今、ベンが言ってます。で、その4つのエレメント経験は4つの天の方向に、の、と関係づけられているっていうことです。この図形というものは、私より他の人ね、知ってらっしゃるかもしれませんけど、いろんな時代の象徴であり、その時の意識の象徴でありって、多分、シュタイナー学校の子供たちはそういうことを、歴史とともに学んでると思うんですけど、ゆっくり読んでたらまたなんか最後までいかなくなっちゃう。なんか浸りたくなっちゃうんですけどね。エレメントのこの最後の方ですね。二重の、十字。それに、南北、東西南北が重なっていますね。まあ、まだここの段階では、4つのエレメントと、精霊たちのことが出てはきてますが、まあ、そこら辺は、まあ、一応ここではさらっと、感じて、しておいて、まあ、その先にまた出てくるかどうかなんですけれども、多分、エレメントの、
一つの、まあ、知識というか、まあ、一つとして聞いといてもらって、その先にまた進んでいった中で出てくるかなと思います。この部分ね。方向性と4つのエレメントと共同のその働いている者たちというイメージをちょっと持てたらいいかな。うん、あとその寒さ、乾燥、そして天の、乾燥、暖かい、冷たいを天のその方向という考え方、方向というか、なんて言ったっけ。もう、天の方向の中に働く体験としてちょっと読みながら読み進めながらここら辺も皆さんそれぞれの魂の中に深めていけるきっかけとしてまあちょっとここは捉えてもらったらいいかなと思いますじゃないとこのままじーっと考えていそうな見ちゃうちょっと先に進んでいくとよろしいでしょうかすいません。ちょっと、いつもだったら私から読み始めるんですけど、ちょっと、まあ、声ガラガラしてるので、どなたか読んでいただいてもいいですか。次の、87の3行目の4つのエーテルの共同作用のところからお願いしてよろしいです。ここも1、2、3、4ページぐらいなので、2ページずつぐらいお二人で読んでもらっていいですか。はい、読みますね。はい、お願いします。はい、4つのエーテルの共同作用。4つのエレメントは、それぞれ1つのエーテルによって付き添われてきたので、エーテルも循環的エレメント配列の形で配列し、エーテルの共同作用は存在するのか、またどのような現象の中で、それは感覚知覚の中に現れるのか、と問うことは、根拠のあることです。そのような共同作用は有機的領域において見出されます。熱エーテルと光エーテルの共同作用からは何が現れるのでしょうか。光エーテルは拡張し、空間を創造する力であり、熱エーテルは生み出していく時間です。理論的にはそれは一定時間における空間生成を意味します。例として、大地の中で芽吹く小麦の種子を取り上げましょう。それは発芽し、8週間の間伸びていき、多分20センチくらいの高さになるでしょう。さらなる8週間、それはもっと伸びていき、十分な高さに到達します。その2つのエーテルの共同作用を通して、何が見えるようになったのでしょう。小麦の背丈。植物の長さ、あるいは大きさ、生育です。光エーテルと音、化学エーテルの共同作用を通して何が現れるでしょうか。光エーテルは空間を作り、音エーテルは分離させ配列します。成長する植物は、ただ単に一つの単純な線に、裸の茎にとどまるのではありません。それは葉や枝、花、果実を現出させます。豊かに分節化された空間形態が出現します。光エーテルと音エーテルは空間、分節を減少させます。それは成分、分節を出現させます。分節は空間統一体の分割と配列です。音、化学エーテルと生命エーテルの共同作用を通して何が現れるのでしょうか。生命エーテルは全体性を創造し、皮膚の内に閉じ込められた生命を与える力です。それが音エーテルを通して内的に三分化され配列されます。出現したものは肝臓や肺、腎臓などなどの器官と呼ぶことができる部分統一体です。それらは被膜によって覆われていて、
その一つ一つの中で切り離された化学基準、特定の生命が遂行されています。生命エーテルと熱エーテルの共同作用はどんな現象を生み出すでしょうか。それは時間の中の統一体、年齢、生涯です。70歳の人間にあっては、70年間、熱エーテルによって、時間の中で統一体が保持されていました。70年の間、絶えずその人間のうちに熱が出現し、消え去りました。互いに向かい合わせに置かれたエーテルの共同作用を通して、何が出現し、現れるのか、と問うことができます。例えば、緑のサクランボが甘く熟した果実に変わるように、熱エーテルと化学エーテルは成熟させる化学基準を生み出します。あるいは性細胞。それはすでに人間の誕生の際には存在しますが、それが思春期に分裂し始め、性ホルモンが活発になります。熱エーテルと化学エーテルの間に現れる経過を成熟、過程と名付けることができます。はい、ありがとうございます。ここで交代していただいてもいいですか？うん、お願いします。はい。はい、光エーテルと生命エーテルの間には成長し、変容していく統一体が現れます。例えば、カエルの卵は完成したカエルまで長素的に変容していきます。それは、形式造形ないしは、変容、形成と呼ぶことができます。エーテル体の共同作用をこのように熟考しますと、現実においては常に4つのエーテルのすべてが、もっと正確に言えば、すべての可能な組み合わせで共同作用するという洞察に導かれます。それによって生命の基盤が見出されます。こうした生育、分節、期間、生涯、形成、過程という諸現象を示さない生物は存在しません。それによって植物や動物や人間の生命現象におけるエーテル処力の作用が一般的に特徴づけられます。エーテルはそれらの40の共同作用における固有の生命処力です。これらの結果は人知学的霊学の研究や描写に合致しています。エーテルの40の共同作用がすべての地上的生物の基盤です。ルドルフ・シュタイナーは、これらの4つのエーテルから構成されたすべての生物の生命原理であるエーテル体、または生命体について語っています。しかし、それによってエーテル体の中で一般的に作用している生命処力が特徴づけられただけです。4つのエーテルは分節、期間、形成、その他を確かに生み出すことができますが、ただ一般的に生み出すだけです。それらは小麦やカエル、あるいは人間の中に等しく作用するエーテル体の40の所力基盤です。それによって特定の器官、肝臓、歯、鼻、その他、といったものが出現するには、4つのエーテルに加えて、さらなる所力が付け加わらねばなりません。それが2部で詳細に描写される造形力、括弧形成力です。エーテル所力とエーテル的造形所力の区別は、人知学的に拡張された自然科学にとっては必然です。ですから、本書も2つの部分で構成されています。エーテル的造形処力をエーテル的なものから区別する必然性について、エルンスト・マルティはすでに1960年と1966年に、霊学的認識による医術の拡張に向けての寄与の中の2つの論説の中で、
そして1974年に現れた彼の本4つのエーテルの中で彼自身の研究結果を公表しました。ギュンダー・バクスムートによる著作、宇宙、地球、人間におけるエーテル的造形処力、生物の研究に向けての一つの道と、科学、芸術、宗教におけるエーテル界、造形処力への精通に向けての人間の道についての中の描写を批判的に、その根拠を調べ、エーテルは造形処力と同じであるというバック・スムートの把握を論述することがエルンスト・マルティの関心事でした。ありがとうございます。はい。来ましたね。後半もまたなんか。最初の方はどちらかというと、なんか、わかりやすいと言えばいいのかな？なんか言うんですけど。でも、このわかりやすいのと、その、それをこう、理解するのとはちょっと違うのかなと、違うかなっていうか、まあ、それぞれかなと思ってるんですけど、熱エーテルと、それぞれのエーテルとの共同作用から説明して始まってますが、熱エーテルと光エーテル。熱は、生み出していくもの。生み出していく時間です。時間ですね。経過とか、成熟とかそういうのありましたよね。で、それと、光は、空間を拡張する。空間を創造する。というのが大きさと生育。小麦の背丈とか、大きさとか。ね、光、次の光エーテルと音化学エーテルの共同作業は、うん、さっきは、光言ったので、音エーテルは分離したり、配列したり、分割していくみたいなところもありますね。で、それは、成分と分節。成分。分かれていくところに、花や枝や花、果実を出現させる。分節したものが空間形態を出現させる。で、そこには成分があるわけですね。で、先に言っちゃいますけど、音と生命エーテル、88に言ってます。音と生命エーテルの共同作業では、生命エーテルは全体性を創造し、中に閉じ込められた生命を与える。生命っていうのはなんか、まんべんなく全体を、網羅していってるような感じはしますけど、まあ、それは一つの特徴的な、まあ、エーテルで、他のエーテルとも、また、個別に呼ばれているゆえかなっていう気がしています。で、それが、音エーテルを通して内的に細分化され、音エーテルはこう分かれていく、分けていくものだから、そういうふうに、だから、その生命の創造する力、皮膚の中に閉じ込められた生命を与える力と分けていく、細分化していくというものが、部分的なその、役割を持った、まあ、肝臓などを作っていくという、
働きで、まあ、人間の体の中だったら見れるかなっていうところだと思いますね。特定の生命が遂行されています、その部分その部分の、特定の機能といいますかね、生命というのがある場所がそこの2つの主にですけどね、主にその、音のエーテルと生命エーテルが共同作業してるっていうのを見て取れる場所だと。次の生命エーテルと熱の場合だと、熱エーテルはその時間っていうことの作用にも関わっているというのは前から読んでますけど、年齢と生涯であって、人間の中の熱、出現し、そして消え去る。70歳の人間ではね。で、その、何が出現して消えるのかということで、成熟という熱、エーテルの特徴を、またそこで見ることができて、まあ、性ホルモンだったり、あったものがなくなっていくっていうところで、成熟の過程ということが、その生命エーテルと熱での共同作業で見て取れますね、というところですね。で、次、光と生命。そうね、光と生命の中では、光は空間だし、生命は想像だし、想像していく。それが形成造形とか形を変えていく。変えるって言ったらなんかわかりやすいですね。あと6分ぐらいになってきちゃった。で、それで2つずつの話、エーテルを話していましたが、最終的には全部のエーテルが、働き合って、実はその共同作業をしているんだっていうことが、まあ、ここの二つずつを見ていくと、だんだんこう理解が深まって分かってきますよね。そういえば全体がこう動いて、一つの生命体をあらゆる方向からこう働きがかかっている。エーテルの働きがかかっている。それが生育だったり、分節だったり、器官だったり、障害だったり、障害っていうのはその成熟への道のりだったり、その、衰退する道のりだったりで形成していくこと、その過程という諸現象がありますよねって、この文章、本の文章をただなぞって言ってるだけなんですけれども、はい、それをちょっと、私の言葉で言うよりはもうちょっとここで少し区切りながら話している、いく説明の仕方しかできないんですけれども。で、この二重の、エーテルの二重十字というのが、前の、86ページであったものからさらに、変わっていってというのかな。今度、機関の名前とエーテルの名前で書かれてますね。で、それが成熟の方向とか変容の方向とか、これ、今の読んでいた文章とこの表を図というのかな。図表10のエーテルの二重十字というのを、ちょっと頭に叩きつけたら、もっともっとこれ、今読んでるとか分かりやすくなるのかなと思うんですが、ちょっと、あとですね、4分ぐらいになってきちゃってるので、文章の方だけ先にちょっと追って確認した上で、この図に関しては、各自でちょっと感じていただける時間があれば、来週まで置いといてもらいたいと思いますが、で、80、90ページの方に行きます。
4つの共同作業が、実はその総合的な、その今まで言っている4つのエーテルは、全部のひとまとまりとしてエーテル体、生命体というふうにシュタイナーは言ってるんだと。その、それが、エーテルの40に動いている、そのひとまとまりの基盤になっている4つがね、ということで、で、それから先がまたあるみたいなんですけど、第2部で形成力についてまたもっともっと深めていくんでしょう。その背景にあったマルティが元書いていた4つのエーテル、私もこの本を持っているんですけども、私前も読んだことはあるんですけど、すっかり忘れてますが、まあそれの、まあこのこれから先のことにますますこう深まっていくんだなっていう感じがしております。残り2分になっておりますが、ごめんなさい、前回から比べて今回はちょっと飛びで話をしてしまいましたが、何かありましたらどうぞ言ってください。 Two more minutes now. So I explain, but I debut when I was there reading, and then どうぞ、しんくん何かありますか？まだ考えてる途中でしょうかね。あ、ミュートになってました。あ、はい。図表10がすごい面白いなと思って見てました。うん、植物に当てはめてこう考えると、うん、なんか、それぞれこう、例えばその、光エーテルと音エーテル、そのエーテルそのものだけをこう想像すると、あんまりこうイメージできないんですけれども、イメージできないですし、そのエーテルってこう目に見えないので、そのつかみどころがないんですけど、光エーテルと音エーテル、両方がこう働いたときに、その一本の茎から分節して分かれていって、葉っぱができたり花ができたりとかっていうふうに、実際にこう目に見える形になっていくところに、その背後に、エーテルの所力がその働いてるっていうことをなんか想像してこれから多分見ることになると思うので、それがすごいこう面白いなっていうか、よりこうエーテルの力を自分のこう中に感じられる、すごいこのすごい図だなと思いますね。うん、いや、本当にこの4つに分節して考えてく、伝えてくれてると、まあ、それがもう古代の人たちは身に染みて感じてたことなんだろうことを、今私たちはこういうふうにこう出会って、この考え方に出会って、それで自然を見ていくっていう、ちょっと逆の方から私たち現代人はしているけれども、すごいことですよね。はい。で、1分未満になってしまったので、またこれを1週間、眠らしておくのか、想像していくのかで、また来週お会いできたら嬉しいです。はい。じゃあ、今週もありがとうございました。これでおしまい。